思ってください。ちゃんと思ってくださいね。おししか勝たん、勝たんしか。目がシパシパなんです。この目薬をさ買わなきゃ買わなきゃと思って全然買ってなかったからアマゾンでポチりました。帰り道アマゾンが一番一番便利ですね。便利な時代。さっきまでめちゃ眠かったのに。今は眠たくないとは言わないけどさっきまでめっちゃ眠かったの。でも目つむったら寝れそう。皆さん起きてください。起きてますか。起きてるよ。あ、なんかコメント全然更新されないと思ったら止まってた。こんばんは。今日買い物行ってきたんです。青色のアイライナーを買いました。キャンメイク、キャンメイク、可愛いわ、作れる。こんばんは。青色、あ、青いです。明日使おうかな。あーでもちょっとあれかも。私が今使ってるやつが優勝かもしれない。でも今使ってるやつさ筆先がだんだんケバケバしていくんだよね。いいんだけど使い勝手。明日公演です。そう、青いライナーっていいですよね。明日ね、そうなんですよ、雪様が。今はね降ってないと思う。Go for the dream, go for the victory。そう、オメガです今日。オメガヘア。オメガ。ね、降らないといいね。無事に公演できるといいな。生誕だしね。キャンメイクの、あ、これですか。何番、3番赤いやつ。1番、塗りすぎると真っ赤になる。これも買いました。ルマンドの、あ、これ2本持ってるんだけどさ、何色持ってたかなって思って、多分持ってないだろうなっていう。7番、45を持ってたと思う。で賭けに出ました。7番、56かな。ロム&ね、なんかね、ロム&はなんだろう、すっごいって感じではないかも。いいけど、いいなって思うし使うけど、なんか他
これじゃない、これがないと生きていけないっていうところまでは到達しなかったかも、私の中で。私がすごくいいってなるのは、これですね、ジューシーパンティントの、これどこのやつ、ジューシーパンティント、ジューシーパンティントアピューですのレッドの01番、リトゥームタヌンリッチ、わかんない、RD01、 うん、なんか牙食べてる気がする。公園とか写真とか撮るとき、なんかいろんなリップ、いろんなリップっていうか塗るんですけど、これも好きです。私のポーチいっぱい入ってるリップ、とりあえず片方でこれだけ入ってます。でも公園はこれかな大体で、プライベートがこっち、プライベートってかお仕事終わりとか、別にもう色あればいいみたいな感じで、写真撮るとか時はこっち塗ってます、公園で。このロマンドのメルティングバームの07番もプライベート、プライベート用で買いました。あとこれを買いました、初めて、涙袋のペンシルなんです。ここにこうさ塗ると、こう何わかります、今ここにこうやって引いたんですよ。そうするとさ、こうここが明るいですよみたいなさ風に見えるんですよ。見えるの、ほらここがさ今さ、ただ単にさペッペって引いただけだけどさ、こうなんていうの、多分鏡で見たら今多分すごい不自然だと思うんだけど、配信だからわかんないだけで。そうそうそう、っていうペンシルを買いました。なので涙袋はこれからこういう感じかも、立体的。最近はさ、でもここにさキラキラ塗ってるからさ、そうそう、浮き上がって見えるよーみたいなやつだよー。そう、涙袋はさありがたいことに子供の時からあるんだけど、左右対称じゃないんですよね。それがちょっと気になる。あとこれも買いました、
アイシャドウ可愛くない？このアイシャドウです。このここの2色3色かな、がもう私の基盤のカラーというか、なんていうの、濃いかな、でもこの3色があれば困らないみたいな色の3色だったから即決でした。これ見た時こうやって置いてあって、これ置いてあって、あ、かわいいと思ってこうやって開いたら、あ、これは買うなと思って。買いました。今ね、私が、わー、落ちちゃった。使ってるアイシャドウがこれなんですけど、あ、配信が映ってる。私が映ってる、ここに。ほら。これなんですけど、今ここ、あれなんですよ、砕け散ってしまって、落とした公園の時に落としたらここだけ砕け散りました。でさ、ここくぼんでるの分かる？この色だけ。この色大好きなんです。今日もこの色。この色めっちゃ好きで、でこの色も使ってる、ここに塗ってるの。そう、ここだけくぼんでるんですよ。そう、あ、多分ここがなくなったら第2個目同じの買うような気がするけど、気に入りです。見て、これも可愛くない？これも今日ゲットしました。電卓みたい。これどうやって開けるの？そう、ここのさ、ここの色がさ、あれ、私の好きな色じゃないと思って、でも本当にこれがベストなの。あー、ちょっと違うわ。まあでも使いやすそう、似てるけどちょっと違うんだよね。これの色が本当に最強、最強なんです。あったあったあった。わあ、こっちのが近いかもね。ほら、こっちのが近い。ここちょっと暗いんだよね、これじゃね。でもね、ベージュなのかな、ヌーディーな。メイク時間、今日の顔は1時間です。急いでたら、急いでたっていうか、もっとコンパクトに行くときは行くけど、あ、キラキラあるじゃん。そう、1時間かかりました。1時間かかってないと思った。あ
とこれも買いました、ミスト。良さそうだったから、おしまいです。買ったもの、パウダー、おすすめのパウダーか、うん、本当に何でもあるけど、バイバイもするから、この間結構バイバイしました。おすすめのパウダーは反射しちゃう、これ使ってます、グラマティカルのフェイスパウダー、グラマティカルのフェイスパウダー使ってます。あとこれ使ってます。キャンメイクのP01 番をこことこことこことここに一旦塗るの。ちょっと明るいんです、これ色味が薄いピンク、ピンクイピンクイみたいな感じなんです。キラキラ入ってるし、かも見えないね、ごめんね、見えないね、塗りたくれば見える、見えないね、見えませんね。あ、見えるんじゃない、こんな感じで明るいんですよ。でキラキラしてるの、割とラメラメかもしれない、そんな気になんないけどね。そう、これのね紫かな、もうおすすめ紫、紫あ、やっぱこれキラキラ、キラキラやつだ、そうそう、これか、これをここにねポン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 って塗るとあれなんですよ、こう顔の何明るくあってほしいところが明るくなるから、この辺とかは別に塗ってない、ここまで塗っちゃうとさ明るいのを、そう、能面みたいになっちゃうからあんま買わないんだけどね。でもその差が大事でしょ。そう、だからこの辺とか、ハイライトもめっちゃツッとつけるんだけど、ハイライトはでもここにこうもう部分でしかつけないの、ここにこことここと、うん、ここここここみたいな、そう、明るくしたいところをさ全部ハイライトでやろうとすると、もう ギラギンになるの、太陽、太陽みたいな感じになっちゃうから、ハイライトはほんとちょっとしかつけてないです。ハイライト使いたいけど、ハイライトアンチみたいなとこあるからハイライト好きで使うんだけど
なんか拭いたくなっちゃうの、すぐハイライト。だからこう本当にちょっとだけつけますみたいな、ちょっとだ。でもハイライト使いたいの、使わないと気が済まないんだけど拭いたくなるの。意味伝わる？なんて言ったらいいんだろう、塗りすぎるともうテッカテカになっちゃうから、普通の人がハイライトを 10% 顔の 10% 使うとしたら、私は 3% ぐらいがちょうどいいんですよ。でも3% だけのハイライトで行こうとするとぬぺーっとしちゃうの顔が。だからそのな残りの 7% を補うためにこう明るい色をフェイスパウダーでこうこうなんていうの、基盤を作ってこう段重ねのケーキみたいな感じで、下の台でこう上にハイライトみたいな感じで、 10% じゃなくて 7%3% みたいな感じで 10% にしてます。私は完成します、この顔が。そう、でも明日マツパ行くんです。もう取れてて、こっちがビューラーでさ、こう取れてる部分だけをあげるっていう頑張ったんです、こっちの目。よく気づいたね。わかる？黒くなったの。全然なんかほぼ変わんないと思うけど、すごい。でも前に黒染めしたから違う？違うように見える？前に黒染めしたから黒いなんか日本語イントネーションおかしくなっちゃった。黒いんですよ、黒かったんですよ。でも
昨日ラグーナに行った時に写真撮って、で公演の時の光当たった時の自撮りを見たら茶色く見えたので、これは茶色に見えるかもしれないと思って、まあそれはそれで別に構わなかったんだけど、いや黒がいいなと思って黒にしちゃいました。 黒だったんだけどね、ちょっと色抜けてきて黒染めが落ちてきてたところにまた黒追加しました。美容院も行きたい、行けなかった、そのうち行く、そのうち来ます美容院。そう、ここも切りたいんですよ。でもここ切るとさ、まあいいかじゃあでもここ切るとなんかちょっとさボイッシュすぎるかなと思って、ボイッシュになっちゃうよね多分ね。そう、今ここ切った時の自分の顔を想像してたの。ボイッシュだよねと思って、そう、なんかここないのもいいなとは思うんだけど、なんて言ったらいいんだろうね、切っちゃうよ。でもそんなそんなこと言ったら多分切っちゃうよ私。でも小顔効果をねがあります。でもちょっと長いね、もっと可愛くなっちゃうなって、まあ、DD の先生じゃないですかDD みんな切ってほしいの、ここ要検討ですよ、ここ切るのは。ここね、ここの話ね、前髪はちょっと、まあ、いろいろ兼ね合いがあるので、あの今作もこれなんですけど、切っちゃう？ そう、切ろうか悩んだの。ここね。ここツッツッてさ、ここにさ収まってるのも可愛いんだけど、私さこうやってやるから、なんていうの？ここがさこうストレートでさ、これも可愛いんだけど、なんか丸っこいな。わかる？黒髪だからさ、ちょっと長いよね。ちょっと切ってもいいかも。でもそのうち美容院行くからさ、一旦保留で。美容院行くと思う、そのうちね。
前髪は作ったら芋になるから外風強い。豊橋暴風、最近暴風なんです。目痛い。めっちゃシパシパしてる。シパシパしてます。眠たいのかな。眠たい。暴風です。豊橋だ、あの25日のサトカホラボ観覧できるんですけど、多分風強いから暖かい格好をしてきてね。こんな感じ、ボーって感じだと思う。夜、そう、なんかお仕事してきた日の配信は多分眠たいって言ってる。お仕事で多分外出た日の配信は基本的に眠たいって言ってる。公演終わりは向いてないかな。うーん。ほとんど言ってる気がする。びっくり、それはびっくり。びっくりびっくりびっくりだよ。一回寝たらさ起きないんですよ。どうする？それはどうする？だから寝ちゃダメなの。目覚めないの。あ、でも、昨日帰ってきて9時とかにイチゴ食べて、その後寝ちゃってたんですよ。1時とかに起きたもん。起きない時は本当に6時とかになってやばいってなる。寝落ちしちゃってる時ある、床で。そうなんですよ。皆さんも気をつけてください。
寝落ち、寝落ちには気をつけて。あ、見て見て、もらってきた今日ジョーンフェスのやつと、なんで2つ入ってんだ、エマと缶バッジ。エマ2つあるのですか。押せ、これ缶バッジです、私の。皆さんデザイン知ってます、知ったっけ。これはあれです、このキーホルダーをつける側の気持ちになってデザインしたので、あ、待ち、かわいいでしょ。いろいろ今日はこれを受け取ったり、サイン書いたり、お仕事してきました。お写真撮ったり、見てください、沖縄で買わせていただきました。沖縄、沖縄出身、キューピーコアゴールドアルファプレミアム、みんなが持ってる、あ、違うの、わかんない、一緒なのかな、その辺はわかりません。沖縄出身です。なにこれ、一回一錠、ああ合ってた、一回一錠。沖縄で一錠いただきました。で最近一錠なので、今のところまだ2錠、2錠しかいただいてない、ないので、あんまり活躍なさってないんですけど、製造はね、東京ですね、やつは東京です、都会の女。効果あったのかな、どうなんだろう、あったんじゃないかな、何味わかんない、水で飲んじゃった。でもさ、いろんなエキス入ってるからさ、意外といいかもしれないね、こう体力低下、食欲不振、栄養障害、発熱性、消耗性疾患、そう、エキス、芍薬乾燥エキスとか入ってる、ピクミン、ピクミンですか。そう、私ブームがさ遅いんだよね、
ちょ、でもあんまり頼る気はなくって、もともとで、でもこうなんだろう、全部自力で乗り越えようって思ってるから、なんていうのかな、しっかり体調を崩してるような気がして、でこれ一応そういうなんだろう、ピンチの時の漢方飲んでるよ、漢方飲んでるけど、ここに言いますね、漢方。でもこの漢方は血液のなんていうの、血流良くするのと血液の栄養をちょっとよくしてくれる漢方なんですよ。胃腸になんていうの、負担のない優しいやつなので、そこまでこの漢方がね強くない。でもこれ飲み始めてから調子いい。でもやっぱりこうあの外ロケとかが続くと、もうあれな、ギンギリギリなんです、インドアだから公演とかコンサートとかはいいんだけど、そんなになんかこう消耗しないんだけど、外ロケになると急にやっぱ普段外に出てないからかな、一日終わった後のこうなんて言うんだろう、はぁーってなるのが大きいの。リバウンド違うな、なんだろう、バッテリー切れがすごいんですよ、もう本当に。ってなった時に12周年の時はあれ飲んでた、液体のキューピーコーはゴールド、3公演、新しい初めてやる公演を覚えないといけなくて、3公演ね。今日は本当に無理かもしれないっていう日にいただこうかな。うん、大丈夫だったと思う。無理かもしれないって思わなかったもん、飲んだら。テンションもこう維持してくれます。あ、お家に帰りたいっていうのもちょっと一旦こうどこかに連れ去ってくれる。そう、エナジードリンクは飲めないんですよ。なんていうの、炭酸だ。炭酸じゃないやつもあるじゃないですか。でもそれはちょっと味と色を見ちゃうと飲めなくなります。
モンスターエナジー、モンスター飲めないです。そう、エナジードリンクを飲むんだったらバナナジュースが飲みたい。ミルクコーヒーとか。コーヒーの方がこうあれです、シャキッとする。バナナジュース好き。タオル振り回してる。ラブ。バナナホール、どこにありますか？名古屋にある。今日抹茶ラテ飲みました。昨日さラグーナ行ったんですよ。あ、でも里が笑おうで話そうかな。爆笑したジェットコースターで。里川ラボの観覧は一応列交代制なんですけど、前回はなんだろう、15分30分15分とかで、あれです、前後半で交代した感じでした。ね、スタバのやつ飲みたいんですよ。でも冷たいのしかないですって言われて諦めました。冷たいのかと思って。タリーズの温かいあのスタバみたいなやつあるんですよ。チョコ、ホワイトチョコとチョコのホットのやつがあるんですよ。なんかそっちは飲みました。人数制限はないです。多すぎたらあれじゃないですか、公開収録への道が近づくんじゃないですか。あ、そう、雪明日ね、気をつけてください。でもラグーナでねトルコアイス食べたんですよ。パフォーマンスしてくれました、トルコの方が。ちょっと待ってね、パフォーマンスするからねって言って見てました。私カップで頼んだからさ。でもちょっとやってくれました、コーンで。
うん、すごかった。そう、なんか距離感上手だなと思って。食べました、トルコアイス。外で食べた。沖縄でも外でブルーシール食べたから。最近外でアイス食べてる。神戸でも外でアイス食べたし。沖縄寒かったですよ。めっちゃ寒かった。涼しげな格好で行っちゃったから寒かった、本当に。寒い、この部屋も寒い。あ、そうですね、佐野行きます。2月23日カップのやつ。そう、アイスはカップなんです基本的に。あ、こたつつけてます。コーンが食べれないからカップなんです。暖かい。楽しい友人なの。そうなんだ。そう、コーン苦手なんです、アイスのコーン。ソフトクリームは食べない。コーンしかないアイスクリーム屋さんは食べないですね。佐野のメンバー発表されました、公式ツイッ X に。福士直さんのあの公式 X にもでも見れます。コーン、アイスのコーンとか、ああいう生地ダメです。ウエハースとか。モナカ、モナカ、モナカか。食べないですね。
もなか食べないです。クレープは、食べれないです最後まで。そう、ビスケットサンドみたいなアイスも苦手です。目がシパシパするの。でもお腹食べるときあるな。あんまり食べないけど。でも今日ずっとずっとなんですよ。マフラーの毛羽かな。真っ赤か。真っ赤かです。ドライアイじゃないんですけど、私ドライアイだと思ってたの。だからなんか10秒目が開けれなかったらドライアイって言うじゃないですか。たまにやるんですよ。だからこうやって10秒開けれるかみたいなのを。開けれるんですよ。まばたき多い方だと思うけど、10秒開けれるけど20秒は開けれない。一般的。乾燥してるかも。湿度 35% だもん。乾燥してるよね、多分ね。加湿器つけよう。ね、雪積もらないでほしい。降らないでほしいんだ。雪がね。苦手なの。雪、雪な、雪ね。雪苦手だから降らないでほしいの。
後に滑って転ぶから嫌だ。うん、反射神経がないんですよ。雪は無理じゃん。マジすってんコロリンすっとんとんなの。びっくり。いい香りする。気のせいかな。雪の日は割とぺたんこの履きます。うん、明日朝積もってたら嫌だな。そう、夜の方が雪って言うよね。首止まんなくなっちゃったから運動したか。キラキラー。夕ご飯食べ終わりましたよ。ね、あくびが止まらんね。
そろそろ終わろうかな悩むな。ラグーナ見に行ったことあります？あるよね。でもなんかお仕事以外、お仕事で何回行ってるんだろう、2、3回多分行ってるんですよ。でもなんか普通にプライベートで遊びに行ったのが多分高3ぶり、高校3年生ぶりだったんですよ。トークショーね、私もいたね、5人ぐらいでトークショーやったことある。プライベート、完全なプライベートで、行ったのは高3ぶりだったんですよ。でも高3の時はプールと夏の時に行ったから、プールと乗り物と乗ってて、で冬の時期に多分行ったのはあのプライベートでね。お仕事は冬の時期が多いんだけど、ラグーナって。そう、久しぶりに行って面白かったです。マジックパウダーっていう乗り物、多分乗ったことあるんだけど全然記憶なくって。わかります？マジックパウダー、猫ちゃんとなんかな、あの謎の生き物が出てくる、あのスモールワールドみたいな感じのやつなんですけど、マジックパウダーのなんか猫ちゃんが喋るんですね。マジックパウダーを取り戻そうみたいな YouTube であのマジックパウダーのテーマ、ラグーナで多分出てくる、一番最初に出てくる音源がそうだ、マジカルパウダー、マジカルパウダーだった、マジカルパウダーかちょっと記憶がないんだけどなんか喋るんです、猫ちゃんが。なんたらかんちゃらって猫ちゃんが喋った後にうふふってぐふふみたいな笑うんですけど、その笑い方が研究生の時のゆずぽの笑い方にめっちゃ似ててで、こうさ、椅子座ってさ、こう横にこうやって動いていくタイプなんですけど、音声聞こえて、なんたらかんちゃらうーって聞こえて、ユスポってなっちゃってでも似てるのユスポってなった
で友達も知ってるから、あのゆずぽの存在をだから笑ってたので、見終わってなんか取り戻せてよかったみたいな最後にも笑うのなんか喋った後に笑うのがマストなのかなってぐらいなんか笑うの、ね、YouTube でね調べてみてほしい。本当に笑っちゃったもん、ゆずぽじゃん。ありました。あ、やべ、どれだろう、でもこれだ、あ、今聞こえた笑うの乗って始まった瞬間にグッって笑い出してゆずぽってなるじゃん。しかもラグーナついて一番最初に乗ったの、このマジカルパウダーっていう乗り物にで、これがこの音声から始めるのね。なんとかだよって笑うからゆずぽってなった気持ちのままこうマジカルパウダー乗るんですよ。でそのしかも敵、マジカルパウダーを盗んだ敵がいるんです。でその敵からマジカルパウダーがないとその町の人たちがこう危機的状況になるから、マジカルパウダーを取り返しにこう猫ちゃんが盗んだ敵に奪い返しに行くんですよ、そのマジカルパウダーをっていう、こうその物語を見てるんですね、こう回ってる間に。でその猫ちゃんの笑い方なのでね、その敵がなんかそのマジカルパウダーを盗むじゃないですか。で盗んでもう街中の人がさこう歌いながらさ、どうしようどうしようみたいな感じの多分言ってて、もうちょっとよく分かんなかったんだけどそれでその盗んだ敵に猫ちゃんが会いに行ったんですよ。そしたらどうやって奪い返したと思う？びっくりしちゃった私。こういう取り返し方ってあるんだなんか大人になっちゃったなって思った、私もその敵に猫ちゃんがマジカルパウダー返せって言ったんですよ。こう戦いが繰り広げられるのかなって思ったら、敵が僕は猫は苦手なんだっ
って言って返すのあ、そうなんだちょっと戦いを期待してたら猫アレルギーみたいな感じでうわー猫だーみたいな感じで返してて、マジカルパウダーを、マジカルパウダーに対するその欲しいって気持ちはそこまでだったのってえ猫ちゃんでよかったね、これがワンちゃんだったら取り返さなかったかもしれないって思ったけど、でもその敵のマジカルパウダーに対する気持ちどないってなんでさ、マジカルパウダー奪ってさ、町人を困らせておいて、こうマジカルパウダーわーいみたいな感じでこう結構尺取ってたのにまさかのめっちゃあっさり返すからえみたいなでもそこでこうさ、バトルが始まるのを期待してるのはやっぱ大人だけだと思う。なんか多分その猫は苦手なんだって言ってそそくさとマジカルパウダーをこう返却しちゃう敵とかのそのマインドをこうすんなり受け入れられるのって子供だと思うのね。だから、あ、私大人になりすぎちゃったなって、友達となんか浄化されるねってマジカルパウダーを使うと多分姿が消えるの、姿を消せるマジカルパウダーなの。なんか無敵、ハリーポッターの透明マントみたいなことだと思うよ。だからその敵がすぐマジカルパウダーをこう返してて、猫ちゃんに、こういうこともあるんだって、やっぱり慣れちゃいけないなって思ったね、こう世間にで取り返して、こう最後、あ、よかったってなって終わるなって思ってたら、そのまた猫ちゃんがこうありがとうみたいな言った後にってまた笑うのもうそれがツボ最後の最後でさ、また笑ってくると思ってなかったから最後の最後でゆずぽ乗ってほしいみんなに豊橋からあの JR で行けば行けるから40分ぐらいあれば多分行ける。三河大塚駅から、まあ、20分歩くか、蒲郡駅まで行ってシャトルバス乗るかなんだけど、ラグナテンボスに行った際はマジカルパウダー行ってくださいすぎた。一発目からそれ乗ってさ、で近くにあったジェットコースター、なんか乗り物あったからこれ乗ろうよみたいになって乗ったんですよ。もうそのジェットコースターも爆笑、もう全部なんか全部の乗り物笑ってたなんで？面白すぎてラグナテンボス面白いめっ
っちゃ面白かったです。ユズポーマジカルパウダーだけにいますサーヤいる？本当にマジカルパウダーの話、あ、本当だ、サーヤいる元気？ぜひラグナテンボスにマジカルパウダー乗りに行ってね。元気、元気欲しくなったらラグーナテンボス行った方がいい。あ、ゆずぽと行きたい。ゆずぽとマジカルパウダーしたい。あの本家こうあのなんだろうステレオスピーカーから聞こえるこうラグーナのゆずぽと本家楽しそう。え、子供めっちゃいたよ。なんかさ、プールの道があるんですけど、夏になると人が泳げるところ、あるんですけど、そこをなんかボートで運転できるんですよ。ブーンって。何の話しようとしたっけ？あ、そう、ボートを運転できるんですよ。で、1周目は友達が運転してて、なんかこう回しすぎるとくるくる回っちゃいますって言われて、でも友達上手かったのね、前半は。なんか途中からなんかボインボインってこう道が、まあ、そのプールのあるんだけど、こう丸い なんだろうボートみたいなのに乗ってるから、こう行きすぎてもこう跳ね返りながらそう走ってて、でこう傾けるとぐるぐる回っちゃうんだけどこうなかなか正面向けなくて、友達が友達のせいで2回乗ったんだけど、1回目ね、でこうずっとくるくる回ってたのボートがでね、私運転してないしたことなかったから1回目はねって遊んでると思うじゃん何やってんのみたいな感じでねって言ったら、うん、なんかうまくできないって言ってて、で、私と友達がぐるぐる回ってんのそしたら多分私たちの次に乗ってきた男の小学生小2ぐらいかな、小2小3ぐらいの男の子が一人で乗ってたんだけど、プロでめっちゃうまいの、ゴールド免許だと思う。で普通にくるくる回ることもなく、もうカーブもこう、もう姿勢正しくこう乗ってて、もうめっちゃさ、私たちがこう跳ね返りながらさくるくる回ってるからさ、どんどん近づいてくるのよ。結構近づいてきちゃったから、なんかうまいねみたいなもうさ近くてさ、もう多分あの人たち遅いな、邪魔だなって思ってるだろうなと思ったから、上手だねみたいな、プロみたいな
プロって呼んでたの。お前でプロだねみたいな。センスあるわみたいな、友達とこうくるくる回りながら後ろの男の子にこう話しかけててで、いや無事に着いて降りたんですよ。そうで難しかったねみたいな、私もちょっと最後の方やったんだけど難しいねみたいな話をして降りたら、その男の子がもうついてこう降りた瞬間、陸地に立った瞬間もう一周してて、そう多分教習所かなんか通ってたんだと思う。努力を積んだ結果あの運転スキルになったんだと思う。何周もしてて、でお母さんがこう行ってきなみたいな、ベビーカーって持って、妹さんかな、うん、もう一周してきなみたいな感じで男の子また一人で運転しに行って、プロだわって言ってで最後、一番最後にもう一回乗ったの、乗り物乗ってなんか帰るみたいな、最後どっか乗るってなってもう一回乗りに行ったの。そしたら私たちの2組前かな、私たちの前は多分小学生の女の子2人乗ってたんだけど、その前はなんかおばあちゃん2人で乗ってて、おばあちゃん2人組がこうボートに乗りに行ったんですよ。おばさまかな、乗りに行って、で走り出したのね。で私たちはこう順番が来る前に来るまで待ってたから、こう組のさ感覚、車間をさこう保つためにこう順番に呼ばれるの待ってて、うまいみたいな、おばあちゃんうまいよみたいな私が見ながら言ってたの。そしたら急におばあちゃんたちくるくる回り出しておばあちゃんたちくるくる回ってこうボンボン跳ね返ってるの。待って、さっき見たさっきの私たちだってなって、応援しちゃったもん、頑張ってで小学生女の子2人組がなんか上手いからおばあちゃんたち迫っていくのね待ってみたいな、私たちだよねみたいな、さっきの私たちだよってなって、おばあちゃん待ってた、パンしてた難しいので、友達に次運転していいよって言われて運転させてもらって、試乗会ですよ。こう乗って、夜になるとそのボートなんかライティングされるんですね、イルミネーションみたいなついてて、で私たちが乗ったのツリーのイルミネーションみたいなついてて、後ろにそうだからこう友達がツリーついてるよって言ってたから、これトヨタのツリーっていう車種ですって言って試乗会してあげてたの友達にでも運転できなくて、なんか跳ね返ると思ってこうなんだろう、こうさ壁に行ってもさ跳ね返ると思うじゃないですか、乗り上げようとするの私が運転するとびっくり、私もこう行ってさこう跳ね返るだろうなと思ってさこうさ
あんまりこう効かないのね、ハンドルが。で行ったらこうこうずっとさこう乗り上げようとするからさバックしてこうやって、もうちゃん無事にたどり着いたんだけど危なかった。だから回転するのも技術が必要だよ。無免許運転しちゃったもんね。教習所かわい通わんといかん。うん、あのプロの男の子にちょっと聞かんといかんかったわ、運転の仕方。通い詰めないといけないのかな。めっちゃ楽しかったよ。ぜひ冬の期間限定らしいので、あのボートは。うん、楽しかった。騒ぎます。しゃあない、オープンカーだからさ騒げます。景色もいいから。落ちることは多分ないと思う、落ちなかったから私が。面白かったです。ぜひ皆さんラグナテンポスに行く機会があったら、あのマジカルパウダーとボートレース。何なんだろうあれ、ちょっと名前知らないやつ。水上ドライブかなみたいなやつと、あとジェットコースター乗ってください。ジェットコースターはあの爆笑するから乗ってください。全部面白い。マジカルパウダーから乗った方がいいと思う。座ってこう見て楽しむ感じ、あとユズポの音声聞いて楽しむ感じだから。ジェットコースター本当にね恐怖だったもん。めっちゃ恐怖だった、ジェットコースター怖かった本当に。本当に怖かったよ、もう爆笑。爆笑するから行ってみて。面白すぎる。3つあるんだけど、1個はあの水のジェットコースだから濡れちゃうの、だからそれは乗らなかったんだけど、バンパーボート、それかな、それだと思う。なんか白いジェットコースターと、あとカリブのジェットコースター乗ったんだけど、うん、あの白いやつは後ろ向きから乗ってほしい、みんなに。アクアウィンド、なんか私が昔行った時後ろ向きあったかな、記憶ないんだけど、後ろ向きがあって、後ろ前って書いてあって、後ろ向きあるのってなって、友達とそのジェットコースターに着いた瞬間に、で後ろ向き乗ろうよってなったの。ユニバみたいだねって言って、後ろ向き乗ろうって言って、後ろ向きでって言ったんですよ。
で後ろ向きに乗るじゃないですか。で行ってらっしゃいみたいに言われて、で友達にさ、ね後ろ向き座ったけどさ、うちらルート知らなくないってなったの。道知らないから何も知らない状態で後ろ向きはやばくないって言って、で道知らないからさ、こう落ちるタイミングとかも知らないんですよ。普通前乗ってから後ろに乗るべきだと思うのね。でも後ろ向きから乗っちゃったから見えなくて、でこうカン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 って行くじゃないですか。だから友達とやばい落ちる落ちるみたいな落ちてない落ちてないってなって、でこうしかもすっごい振り回されるのしかも地面だしもうめっちゃ恐怖だった。友達と怖い怖い怖い安心できなさがすごくてでこうさ散々振り回されてさ、はあみたいな、危なかったってなったら最後にこうグイングインってなるの安心したところで急にこうさ浮遊感漂うからさもう絶叫だった。多分ラグーナテンボスのあのジェットコースターであんなに絶叫する人いないと思うんだけど、もう絶叫だしもう爆笑だし、でも超爆笑しましたもうやばいこれやばいってなって、うん、最高でしたうん、そう、なんか道知らないから右に行くかも分かんないし、どっちに行くか分かんないし、まず落ちるのも分かんないし、だからやばいってなって二人でもうこの隙間からさ二人の隙間からさこう曲がる曲がるみたいな、上がってるでもこの状態でさ落ちるのは危ないじゃないですかだからこう落ち始めたらもう後ろ向きでやばい、うん、楽しかった。だから先に後ろ向きから乗ってほしい。爆笑できます、保証する怖すぎた。道知らないって怖いね。やっぱり通学路通んなきゃダメだよみんな、うん、いつも通りの道じゃないと怖いからうん、行きたくなったでしょラグナテンボス。でカリブのジェットコースター、一番奥にあるカリブのジェットコースター、トロッコみたいのに乗って乗るんですけど、超真っ暗なの。スペースユニバのスペースファンタジーみたいな名前あってるか分かんないけど、そういう感じで何にも見えないの。ところどころにいる骸骨と照らされる蜘蛛の巣しか見えなくて超真っ暗で、もう友達が暗すぎて怖いって言ってて、本当に見えないまま動いてるからで乗るじゃないですか。でこう来るよ来るよみたいなシーンがあるんですよ。カリブのジェットコースターの方はこう普通にこう行ってこうカン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 ってなって、もう落としますって言ってくれてるの。全力で
ラグーナテンボスが今から落としますっていうのを伝えてくれるんだけど落ちないのよ落ちないんかいみたいなところがあってでもう一回登るんですね。なるほどねって、さっきのはそういうこう煽っといてもう一回煽るためのこうね落ちない煽り、ただ煽られただけのこう乗り越えてからなんだっけ、タワーテラみたいな感じでこう若干景色見せてくれるのよ。ほぼ見えないんだけど景色見せてる風な感じの、もう次こそ落ちるっていう演出が入るんですよ。私もまあ常に演者側だからお職業が演者側だから、演者だからわかるじゃないですか。もうこの流れは、このフォーメーションはっていう感じでここかってなるじゃないですかでこううわーって落ちたんですよ。それはでもこう100落ちる想定上の20ぐらいしか落ちなくて、うわってなるんですけど、そこからめっちゃ振り回されるので友達とこう「待って、めっちゃ落ちるんじゃない?」みたいな言ってて、ああなるほどみたいななってたらめっちゃ振り回されて、で友達が「痛い痛い痛い」って言って乗っててもうさ落ちない、落ちなさすぎて、落ちたんだけど落ちてなさすぎてそれでじわじわ来てるのに友達が痛い痛い痛いって言って乗ってるからしかも私も痛いしなんかこう食い込むんですよ足に。あ、なんか鉄の棒が足に、左足こうひどっちだろう、なんか遠心力でこう安全バーの鉄の棒がにこうこうなるから足がこうギュインってなってあ、そうできてない。でも痛い痛い痛いってなるの多分大人だけだと思う、痛い痛いってなるの。もうそれがもうツボで2回乗った待ち時間0分だから平日に行けば、もう本当にジェットコースター全部笑えるていうか乗り物全部ツボ面白すぎて。3時から行ったんですよ、なんか夕方以降のチケットみたいなやつで行ったんですよ。ご飯食べてから行ったからめっちゃ楽しいんだもんもっと世に出した方がいい、面白すぎるうん、マジめっちゃ笑った。夏も行こうって思った、うん年パス買おうかなって思ったもん、近いからさ行けるじゃんね。2回目乗っても同じだった、同じ感想だった。もう友達と痛い痛い痛いって言って振り回されてるの、ジェットコースターに。
しかも荷物預けれるからいいですよ、楽。行ってみてほしい、本当にみんなに。楽しすぎる。うん、面白い。でも2回目行こうって言ったの友達だから、カリブに。いいよって言って一緒に行ったから、私は。面白すぎた。ぜひ行ってみてください、ラグナテンボス。全部面白い。あ、前向きでもなりました。本当に爆笑できるよ。面白すぎた。もう行きたいもん。おすすめです、ラグーナテンボス。うん、次はゆずぽと行くね。豊橋からだと1時間もかからないと思う。20分電車で20分歩くかぐらいかな。うん、ラグーナ川郡でロケしたい。めっちゃ楽しい。来てください、ぜひ。地元なのでほぼ。朝とかほのこと気になってますか？ありがとうございます。好きになっちゃってください。豊橋来るときにじゃあぜひラグナガモ郡で遊んでもらって、楽しかった。もう11時だね。ラグーナの話めっちゃしてたよね。王になるための話。王になるための話は、まあまたいつか。じゃあ王に。王になった時に話します。あ、そう、あの剣はレビアタンの逆襲っていうシューティングのアトラクションにありました。シューティング下手すぎて
全然だった。めっちゃ下手だった。目シパシパになっちゃったもん。ね、またラグーナでできたらいいね。じゃあ配信も終わろうかな。ラグーナ本当に楽しいよ。私と行けば楽しいかも。面白すぎるからぜひ行ってみてください。というわけでランキング見ます。1位ポポポありがとう、2位あーありがとう、3位ババババありがとう、4位ののありがとう、5位あーありがとう、6位あーありがとう、7位ジェジェありがとう、8位ヒヒヒありがとう、9位シュ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 ありがとう、10位ジュ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 ありがとう、11位ナナありがとう、12位テテテありがとう、13位1111ありがとう。男子ゲーの皆さんもありがとうございました。また配信します。明日公演なんですけど、雪の影響で、まあ、どうなるかちょっとわからないので多分大丈夫だと思うんだけどね、来てくださる方はいろいろ交通の状況とかもわからないので、一応ねこう、準備とかしつつ、そう新幹線がね、なんだっけな、シナノは運休とか多分そういうのが出てると思うので、交通機関の情報をチェックして、天気予報チェックして、お仕事の方も気をつけてください。寒さ対策しっかりしてお過ごしください。というわけで終わります。はい、終わります。おやすみなさい。バイバイ。